Please select your character. さあ、そして決定戦バイオテイガー対ワイラリスハザマ。I am Tager. ハザマ。The wheel of fate is turning. さあどうでしょう。これはやはりワンチャンあるかないかとそういうレベルになってきますが、今開幕は2点に入る。ただしかしやはり CT からテイガーを使い続けているこの男、遠距離キャラに対しての対策はまあ十分なんじゃないでしょうか。さあここは早めのバーストで切り返していく。さあここでスパークボールとかって状態、アザマ先生も早めのバースト。さあここで呪力をつけ直した。さあしっかり拾ってダーゼットで、こうなるとテイガーのワンチャンが大きい。さあしかしこれはちょっと補正がきつかったか。さあここで何度も距離を詰めたいテイガーが、とりあえずなんか安定距離からつくつく返したい狭間先生という感じでしょうか。さあウロボロスは打撃取ってながら青いという感じでしたが、ジャッと入れ込んでいたの。そんなことを言ってる間になんか講師が入れ込んでいる。さあここで D 派生からのジャヨット方向転人。さあ青岩へでしたが、ちょっとこれは距離が高すぎたか。 6C が速すぎた。さあカウント的にもこれは結構気をつけないといけない感じではありますが、さあ 6A ジャイアンツ方天人コットカウントでこれは痛い。さあこれはちゃんと完走すればそのまま殺しきれる。さあ1ラウンド選手はファラリーハザマ。リボー2アクション。甘いでしょ。カンチュー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 。カンさあこれは体力差がかなり厳しいので、機械性の体力に欠けた感がある。さあこれでゲームカウントは1。さあこれはシューティングモードに入っていった。さあ場所捨てながら、しかしここはそのまんま普通に突き放してしまう。ワンエイから中段を一つ重ねながら、さあ追加でテイガー先生もダメージを微妙に稼いでいく。さあここで思わずバースト。さあレッセンガはスパースステでかわしながら、さあここで狭間先生が赤く光り出した。赤くってか青く光り出した。もっとここで磁力がついていないという。まあでもこうなるとやっぱり 6A の必要性は怖いものがある。さあここで騎士対戦 A 派生からのジャイアント方程式で、まあ 6C 指導だがしかしこれ脱出に少しを見せてしまう。さあこれはスパークボルトも再度出して、だからここでラッキャン絡めで伸ばしていく。さあここで磁力をつけて、おっとこれは6位は微妙にかけられなかった。さあここで磁力は解消されている。さあ2Cを狙ってきましたが、ここを裏回っている。さあここでジャイアント方天人、このカウントのジャイアントはちょっと痛いか。さあしかしここはバーストでなお逃れる。さあこれはどういうんだ、残り3位とあとわずかということで、これはどうやらバイオテイガーの勝利。さあ再び粘りを見せるバイオテイガー。続いて続いての試合はブレースガン露天さんチーム対超音作さん人気さんチームですね。
キャラ的には、レイチェル・ラグナ対、ミューライチですね。そして先方は、さあ、仁吉ライチにかに対して出ていくのは、どちら？さあ始まりましたね。これはさあ仁吉ライチ対仁吉ライチ対露天ラグナ。まあ身内読みが炸裂する組み合わせではないでしょうか。あのラグ仕方ねえな、相手してやる。 The wheel of fate is turning。さあ、ライチラグナですね。さあ、ここジャンニシーのめくりを使い、さあ、開幕変わっていくのは、人気でしたが、ここはコパンタの投手が入れ替わり、さあ、裏回りジャンピー、ここから恐竜で起き上がり、起き手に入っていく。よく 4D は見えているが、しかし、そう、地味に 4D 投手がないんですよね、これが。さあこれで体力とかなり広がっていく。さあ棒を飛ばしていくが、まあ本体に触っちゃえばそんなもんでもねえよと。さあこれ投げを通していくが、さあここは勝利からの特使、ここで特使がギリギリ入らない。さああの距離を見極めていたのか、ロッテンダグラダメージが、しかしこれはちょっと微妙に合わない。さあここでダメージ投げ、ルーズーシー攻めを通しながら、体力差はかなり縮まった。さあここで投げを通し、ダッシュ 5B から1ラウンド選手は仁吉ライチ。さあここは待ち構えていたからロケータイプ。さあゲージを溜めて画面端。さあ勝利からここ多分ダッシュ 5B ミスト 6B だったんでしょう。さあここで中段 6B から画面端から乱せない。2D ラプターからこれは伸ばしてくる。エルジでゲージも稼ぎながら、さあここはカウンターサイドで笑顔のまる。さあ強気のインフェルディバイザー2連続、当たり前にインフェルディバイザー、まあ、あの体力なら間違ってるとは言えませんけどね。さあこれで最終ラウンド、さあ棒を飛ばし、さあ補正をかける形。さあ 6B はしっかりガードしている。ここをとおもむろな金馬。さあここでケミガリの選択肢を出している。さあここは 6A からさらに涼しいケミガリを見かけましたが、さあなかなかにゴッシーが長いものがある。さあここはジャンピーカウンターからワンチャン。さあここでガンダッシュ 6A、 何か見えているのか。さあヘルズファンデで画面出し。さあここはなんか何とも言えない感じ。さあ再び当たるまで勝利が見えた。さあここは紫だけが見えている。立ち回り大車輪でとりあえず使った感じ。投げを通して、おっと再び投げ、これは涼しい紫投げが見えなかったか。ただね、あのポーズだと地味に見づらかったりするんですよね。さあ信頼の紫投げを通し、前方戦勝ったのは仁吉ライチ。さあそして続いて出てくるのは超雑魚さんのミュー対ズレさんのレシル。
さ、最近レイキルからミューに強化でキャラ替えした京奈子さん、レイキル戦はそんな感じで分かってんじゃないでしょうか。